M さんという女性の投稿回談いただいたんですが、この M さんが19歳の頃にアパレルで働いてたんですって、うん、でアパレルショップっていうのかな、そういうアパレルでいいんじゃないですか、アパレルで、はい、まあ、働いていたと、はいはいはい、でまあまあ出勤して、はい、まあ、普通出勤した時は別に普通に全然元気だったんでしょ、川崎のアゼリアで、いやそれ俺のユンタンやないか、俺のユンタンって言ってまった俺が昔付き合ってた、ね、ユンタンっていう女の子はそこで働いていたけれども、あなたの彼女だって働いてたじゃないか考えてみたらアゼリアで、ね、昔はね、アゼリアでないんですよ、でもその M さんは違うところで働いていて、出勤してお店についてちょっと働き始めたらものすごく体調悪くなってきたんって、そう、行く時とか全然普通元気だったの、その建物って、はい、そのアパレルの店だけの建物、いろんな店舗が入ってるのかな、ここはねちょっと分からない状況なんですけれども、あれなんだ風邪でもひいたのかなとかちょっと思ったんだけど、うん、働いていくうちに頭も痛くなってくるし体重くなってくるし、うん、なんかもうね息切れもしてきたんだって、うん、あこれも普通じゃないと思って、うん、あの早退させてくださいと、はい、早退をすることでしたんだけども、あのね、早く家に帰って休まなきゃいけないっていう一つの自分の気持ち、これ当然の気持ちじゃん、だけどもう一つ絶対に家に帰っちゃいけないっていう、うん、家に帰ったら危ないっていう直感みたいなものが出てきたと、うん、だから帰らなきゃ帰ろうっていうのと、いや帰っちゃダメだっていう気持ちが自分の中二つあると、うん、これどうしようかなってなって、うん、結局間を取ってですね、家には帰らずに一人暮らしをしている自分のお友達がいる、うん、で M さん女性で、その19歳だから同い年の友達が一人暮らしでアパートで暮らしてるから、うんうん、まあ、じゃあここの家に行かして休ませてもらうということになったと、はいはいはい、でそのお家についてごめんね、うん、急に来ちゃってって言ったその友達もまあ驚いてはいるのよ、うんうん、まあ、いや連絡もらったからまあ来るのは全然いいけど、はいはいはい、あんた自分の家に帰るの方が近いのになんで私の家来るのみたいな、まあまあまあ、うんうん、でまあちょっとそこでは詳しくは説明せずに、うん、ちょっとあのごめん休ませてもらいたい、うん、ああ分かったって言って、まあ、その友達の女の子はまあそのM さんが来た後に自分がバイトなんですよ、うん、だからあじゃあでも私バイトで出るからじゃあゆっくり休んでてって言って、うん、分かったって言ってパタンってドア閉まって、まあ、M さんその女友達の家で一人になった、うん、でまだ体調悪いんですよ、うん、とかあまだ体調悪いな、じゃあとりあえず横になろうかなと思って横になってる時にね、なんかこう音が聞こえたそうなんですよ、うんうん、でその音っていうのがピチョンピチョンピチョンって水滴が垂れる音が聞こえてきたんだって、うんうん、家の中とか部屋の中っていうのはそういうのが要素がないわけですよ、うんうん、さっきちゃんと蛇口も閉まってるから、うん、なんでこの音聞こえてくるんだろうなと思ったら、そのピチョンって音がものすごく大きくなってくるんだって、うん、ピチョンピチョンってすっごい大きな音で聞こえる、この音の出どころどこなんだろうと思ったら、なんか部屋がすごく暗くなってることに気づいたんだって、うんうん、照明とかさっきと全然変わってない、雰囲気がものすごく暗いと、でそのピチョンピチョンっていう音の出どころが部屋の外にあるバルコニーの角のとこから聞こえると、でその M さんの頭の中にそこにいるであろう、実際見えてないんですよ、うん、そこに何者かがいて、そのもののイメージが入ってきたんだけど、うん、髪の長い、そして、ま、もうぐっしょり濡れた女がこっちを強く睨みつけてるっていうイメージのようなものが入ってきたんだって、うんうんうん、だからあそこに何か得体の知れないものがいるってなってゾクってなったんだけど、うんうん、体調が悪かったのもあったらしく、もう眠ってしまってたらしいです、うんうんうん、で、わって起きた時に、うん、ああ結構寝ちゃってたなと思ったら、うん、ああただいまって言って、その時はもうその家主の、うん、友達の女の子も帰ってきて、うんうん、もう帰ってきたら随分寝てるから心配したよみたいな、うん、ああありがとう、でも体調良くなった、で起きたらね、うん、さっきの嫌な感じも全然しなくなっていて、うんうん、その M さん自身の体調も元に戻っていたんだと、うん、あバルコニーにいた存在っていうのも影が消えてるからもう大丈夫なのかなと思って、うん、まあ、こういうテーブルみたいなところで M さんが座って、目の前にはその女友達がいて、まあ、元気になったから普通に雑談してたんだって、うんうん、おしゃべりペチャペチャペチャって喋ってたら、また急に先ほどのあのびしょ濡れの女の視線っていうものを感じたんだって、うん、えこの視線また来たと思ったと同時に、ゾクゾクって怖くなったと思ったら、後ろからギシッミシ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 ッって音がしたんだって、何の音って思ったら、 M さんの体がもう全身びしょ濡れになってる、びしょびしょ、急に自分がえなんでこんな急に私体濡れてんのと思って後ろ見たら、1メートルぐらいの大きさの水槽があるんです、うん、それはあのその家主の女の子が金魚が好きで、うん、その1メートルぐらいの大きい水槽に金魚をたくさん入れて飼ってる、うん、その水槽にひびが急に入って割れて、その水が流れ出してきたから、
水槽の前でこうやって座ってた M さんにその水が全部かかったで、うわーってなって、もうそのなんていうの、自分もびしょ濡れに急になってるし、周りではその出てきてしまったキングがピチャ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 跳ねてるし、それを見ていた友達も何が起こったのかよく分かんないが、もうこの顔じゃん。あ、出た、怖っ。友達がそう、友達がその顔で見てきてるの、ガン決まってるんですよ、ガン決まってる、いやびっくりしてるからね、何これみたいな感じで、でとりあえず M さんもハッと我に返って、金魚金魚とりあえず助けなきゃって言って、うん、お友達と一緒にあの金魚を、まあ、このバケツの中に入れてるんだけど、うん、その時に視線をまたバッて感じたんだ、うん、えっと思ったら部屋の隅っこのところに髪の長いびしょ濡れになった女がその金魚を助ける M さんたちの姿見ながらって笑ってると。で M さん自身っていうのは霊を見たことも結構あると、うん、でその霊を見るというよりも頭の中に霊が思ってる思考とか、はいはい、考えてることがバッと入ってきたり、うんうん、イメージが映像で出てきたりするタイプなんだ、うんうん、でその時に M さんは霊も怖いけれども、うん、まず動植物が大好きな人間なので、うん、まずこういうような被害を起こしたあの霊を許すことができないということで、うん、その霊に向かって指さして、うん、お前後で話があるからお前そこから動くな、うん、言ったらしいんですよ、うん、言ってのけて、まあ、金魚を全部助けて、うん、で水槽のガラスとかも全部取り除いて、うん、さあいざと思ったらもうその女性っていうのはいなくなっていた、うん、で2人ともまあ落ち着いて、うん、結局こうでもその友達は驚いてるんですよ、うん、この水槽買ったばっかだし、うん、割れる要素なんて全然ないのに、ね、急に私が M のこと見てたらひびが入ってバッて割れたからびっくりしたのよみたいな、で M さん自身もなんでこういうことがあったのかなって思いながら、まあ、その日以降別に何かがあることはなかったんです、うん、だけどすごくこの件っていうのが気になったので、うん、M さんは自分のまあ知り合いでそういう例とかを見たりすることができる方がいらっしゃると、うん、でその人にちょっと聞いてみたんだって、うんうん、俺っていうか私この前こんなことがあったんだけど、うん、なんかわかるって言われたら、まあ、その方曰く、まあ、多分出勤の途中にその例っていうのは M さんを見つけて取り付こうとしていたんだと思うと、うんうん、だけどなかなか M さん自身の守護霊が強いから中に入ることができない、うん、できないから、じゃあそしてさ家にこいつの体に入れないんだったらこの家についてやろうと思ったんだって。だから体調悪くして M さんを家に帰そうとしたの、うん、だけど M さん自身がその直感でね家に帰ったらまずいと思ったのは多分それも守護霊さんが守ってくれてるからなんだけど、だから霊としては入れない、家に行かそうとしても家に行かない、ポチャンポチャンっていう水滴の音を立ててもあんまり驚かない、うん、だからもう霊としてはこうフラストレーションが溜まってきて、うん、なんとかしてでも入ってやろうっていうことで、うん、その水槽をパンって、うん、あれもが霊が癇癪を起こして溜まりかねて怒ってやった行為であると、うん、でその方曰くですね、水槽のガラスみたいのを壊すことができるほどの力が強い負の念が強い霊だから、うん、他の人とか普通の人だったら一瞬であの世に連れて行かれる、怖っ、それだけの強い力を持ってる霊だけど、あなたが守ってる守護霊が強いから助かったんだろうねって。だから M さん結局あの時ね、自分が家に帰らずに友達の家に行ったから友達の家の、まあ、水槽が割れるっていうことで何か物事が済んだけど、もしあのまま家に帰ってそのまま家にずっとその女性がいたとしたら、私の家では一体何を壊されてしまったのか、そして私自身も壊されてしまったかもしれないですねみたいなお話で、このお話の M さんっていうのがノブも結構体験談いただいてると思うんですけど、三坂さんっていう方で、三坂さんが19歳の時に体験した、まあ、その強い負の念を持つ幽霊のお話ということでした。なるほどね、はい、でちょっと珍しいお話なんですけども、うん、まあ、いつもね、あの投稿いただく方で N さんという女性の方いらっしゃるんですけど、あのね、もともと霊感と母方の女性だけ霊感があるっていう家系なんですよ。で N さん自身が一番霊に、なんていうのかな、頻繁に見てしまうっていう時期が多感な時期、中学生だったんですって。で N さんの場合はなんかそのほら、見るパターンと感じるパターンと、なんかそう声が聞こえるとか霊感の感じ方っていろいろあるじゃないですか。 N さんは夢で見るんだって、うん、なんか夢でなんか意味深な夢を見たなと思ったら、なんか後々考えたら現実とつながっていたみたい。なるほど。でそういうのが頻繁にあるからもうちょっとしんどかったと、うん、M さん自身がとてもなんていうの、自分が見たくないのに見させられるってストレスじゃないですか、うん、
で自分のお母さんとかおばあちゃんにそのことを話しても、うん、まあんまりちゃんと取り合って聞いてはくれないんだって、うん、なんかまあまあまあわかるけどもみたいな、うん、だけど N さんの、おばあちゃんのお姉さんだから N さんからしたら大おばさんにあたる方なんですけど、この大おばさんは一番このね、あの女家系の中でめっちゃ霊感ある、うん、見るし感じるし聞くし、うん、全部オールマイティだと、うん、で N さんがちょっと中学生ぐらいの時に、ね、私こういう感じで おばあちゃんしんどいんだって言った時にこう優しくねこうやってこう抱き寄せてくれて、そっかしんどいよね、私もね昔あなたぐらいの時にこういうことがあったんだよって言って話してくれたお話なんですけど、その大おばさんが、10代の頃らしいんですけど、実際自分のお父さんがですね、体調を崩しがちなお父さんだったらしいんですよ、うん、まあ、要は病気がちっていうかね、いつもなんかちょっと床に伏せってる感じのお父さんだった、うん、でその大おばさんが学生の頃にそのお父さんのね、ある日パッて朝お父さんを見た時にお父さんの胸のあたりから花が咲いてるのが見えたそうなんですよ、うん、えってな、なんでお父さんの胸に急に花が咲いてるんだ、うん、でお母さんとか、まあ、そのおばあちゃんとかに聞いても、いやもうそんな見えないよっていう、あ、うん、私だけこれ見えてるんだと思ったって、うん、でその花っていうのはあのちゃんと白い花でね、花びらもあるし茎もあるし、うん、ちゃんとした花っていうのがこうスーって咲いてる、うん、あれなんか今まで見えなかったものが急に見えておかしいなとか思ってたんだって、うん、でそれからしばらく日にちが経っていくにつれて、そのどん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 そのお花っていうのがしおれていくんだって、しぼんでいくらしいんですよ。でどん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 しぼんできたと思ったら、お父さんの体調もみる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 よく悪くなっていってしまった、うんうんうん、あこれ自分の体調とこの花のこの何ていうのピンとしての連動してるんだみたいなことを思ったらしいんですよ。でしばらく時間が経っていくにつれて、そのお花っていうのは完全に枯れてしまったとともに、はい、お父さんも命を落とされた、うん、あ私こんなものを見てしまったって思った日からですね、うん、街歩いてても自分に全く関係ない人でも見るんだ、うん、胸から花咲いて、うん、わあの人もしかしたら亡くなるのかな、うん、別にその人の後をずっと追っていくわけじゃないから亡くなったかどうか分かんないですよ、うん、だけどなんか自分の知ってる人知らない人関係なく胸から花が咲いてる人を見るようになってしまった。でその能力がものすごく嫌だったんで大場さんはね。で大場さんが20代の時です、ちょうど戦争がありまして、自分の弟さんっていうのが、まあ、兵役で出征することになったんだって、うん、でその時の大場さんも結婚してたんで、ちょっと里帰りで自分の実家に戻った時にね、うん、その自分の弟とばったり出くわした、うん、でその時にあって思ったのが、弟さんの胸に花咲いてるんですって、青い花が咲いてる。お父さんの時は白い花だったんだけど、弟には青い花が咲いてる、うん、あこれ見えてしまったから、弟これから兵役で戦争に行くからもう生きた姿を見ることはできないのかなと思ったらね、その大場さんボロボロボロって泣いてしまったんで、うん、でそしたらその弟さんっていうのもお姉ちゃんのそういう変な能力変わった能力っていうのは知ってたから、うん、あえちょっと待ってお姉ちゃんなんでいきなり泣いたので、まあ大場さん的にもいやあんたの胸に花が見えたから泣いたんだよなって言えないから、うん、いやご先祖様がね、うん、あんたは長生きするって笑ってるから、そうそうそう考えたら戦争に行くっていうのに長生きするってご先祖様言ってるから嬉しくてねちょっと泣いちゃったのよってごまかしたんだ、うんうん、そしたらその弟さんっていうのもちょっと神妙の顔にねちょっとなって、そうか、まあでも姉さんがそういうんじゃ俺はきっと大往生できるんだろうなって言ってニコって笑ったそうなんです、うんうん、そしてそれから数日経って弟さんっていうのは戦争に行って、まあ、戦地の方に赴いたと、無事に帰ってくればいいなってもちろん大おばさんも思っていたんですけども、数ヶ月経った後に電報というものがね届きまして、その弟さんというのが、まあ、戦地に赴く際の 船で、敵軍に攻撃をされて命を落としてしまった、うん、あやっぱり私が見てたあの花っていうのは弟が死ぬことを予知していたんだ、すごく悲しかったそうなんですでそれからしばらく経つうちにね、弟さんの部屋っていうのは、まあ、実家だから当然部屋があるまだ残ってるわけですよ、うんうん、亡くなったけど、うん、で大学生だったからねいろんな本っていうのがもう10畳ぐらいの部屋に本棚がいっぱいあって、たくさんいろんな本っていうのが入っとると、うん、でその本の中にねなんとなくその大場さんが弟の部屋に足を踏み入れて、ああ亡くなってしまったんだなみたいなことを考えながらなんとなく本棚見てると、一冊の本がとても気になると、うん、なんで私この本がそんなに気になるんだろうなと思ってその本を取り出してみた。昔の本ですから、なんていうのかな、本のカバーみたいなのがあるんですよね。こう出し入れする、入れ物みたいなのが入ってると。で、それ取り出してみたら、そのカバーに書いてある本ではなかったんですよ。うん、
でこの本っていうのが実は日記帳で弟さんが常日頃自分が思ったこととか感じたことっていうのをびっしり書き込んでいる日記であったと、うん、弟の日記がこんなところから見つかった、うん、そう思ってね、まあ、なんとなく目を通すわけですよ、うん、そうなるとね何月何日、その何月何日っていうのは大叔母さんがその自分の弟の胸に青い花を見てしまった日なんですよね、うんうん、あの時に泣いてしまってごまかした日なんですよ、うん、その時書いてあったのが、今日里帰りで自分の姉がこの家に帰ってきた、うん、で僕と会うなり会うや否や、うん、姉は涙を流した、うん、きっと勘の鋭い人だから僕から何か感じることがあったんだと思うと、うん、姉にそのことを問いただしてみると、いやあなたは元気で帰ってくる、そうご先祖様が言っていると言ったが僕は嘘だと思うと、うん、姉はそういうことを機敏感じる人だから多分僕の今後っていうのは良くないものがあってるのを待ってることっていうのを、まあ、ごまかすようにそうしたんだろうと、うん、でもそういうふうに言ってくれた姉の優しさっていうのを僕はすごく深く感じるっていうことが書かれていたと、うんうん、でまあ、若い美空で、まあ、その戦地に行かなければいけなかった悔しさ、うん、で家族を残していながらその戦地に行かなければいけないっていうこの後悔みたいなことがザーって綴られていたんだって、うん、でそれを見て、あ、この本を今自分が手に取るようになったっていうのは多分何か示し合わせじゃないけどね、うん、弟っていうのがこの本を読んでお姉さんと言って今教えてくれたんじゃないかと。でこの大叔母さんなんですけども結局、去年ねお亡くなりになったそうなんですよ、うん、でお亡くなりになった年齢っていうのが104歳だったそうです、うん、すごい長生きしたそうなんですけど、その亡くなる瞬間っていうのもちょっと疲れたから今日は昼寝するわって言って横になってそのままクリスマスに亡くなった、うん、でこの大叔母さんが亡くなる直前にですね、自分の家族とかに電話をして、伝えていたことがあると、うん、10代20代の頃に人の体に花が見えるようになってから、うん、すごく嫌だなと思ったら一時期ずっと見なかったんですって、うん、でこの最近104歳になってあの時20代ぶり以来に久しぶりに花を見たと、うん、でその花っていうのはね私の胸から生えていたのよってそうおっしゃったそうなんです、うん、だから自分が亡くなることがなんとなく分かっていたと、うん、そんな中でも戦争に行かなければならなかった悲しさであったりとかを乗り越えて長く生きられたおばあ様のお話でした。ありがとうございました。T さんのお話なんですけど、うん、はい、T さんが10年ぐらい前大学生だったんですって。で当時大学生でアルバイト先っていうのが、深夜の飲食店で働きになっていたのかしら、うん、そんなに立て祭る必要はないんですけどね働かれておりまして、で当時そのバイト先がねその T さん大学生だったらほぼ同級生みたいな年齢の男の子しかいないわけですよ。楽しいですね、めっちゃ楽しいんですよ、うん、でその時その中で流行ってたのがね、うん、ちょっとさ怖い話を仕入れたんだけど、うん、怖い話トーク、うん、プラスバイト終わった後さみんなで心霊スポット行こうぜっていうのが流行ってた、うん、でも2時とか3時にその深夜の営業が終わってから行くわけですよ、うん、当然なんかどっか遠いところ行こうって言っても電車動いてないから、うん、あうちの家族が車持ってるからとか言って、うん、その自家用車みたいなののこうメンバーが使ってその心霊スポット行く、うん、である日もねじゃあ今日よしバイト終わったからこれから行こうぜってなって、うん、大体ねこの4人で行くんですって、うん、で4人で行くから、うん、4人で行くときってねノブさん軽なんですよ。軽自動車は4人乗れるんですね知ってました、これはちゃんと覚えておいてください皆さんね。軽じゃなくても別にええねんけどね、軽じゃなくてもいいんだけど4人は軽なんですね。4人はね軽なんですよ、軽、はい、が一番そのメンバーはね、そういつも軽自動車だったんですけど、はい、その時はねなんか5人集まったんです行くよっていう人数が、うん、だから軽、ね、だとちょっとは狭いから、うん、じゃあそのメンバーのうちの1人が家でちょっと大きい車あるから、うん、それを自家用車使って行くわみたいなんで、うん、まあ深夜2時3時そのバイトが終わった後にとある心霊スポットに向かった。でそのとある心霊スポットというのが神奈川県で最強とも呼ばれている山の神トンネルです。出た僕たち七不思議がまだコンビを結成する前に、行ったことがあるで同じみの、野口さんのズズズズズズ引っ張るもので有名の山の神トンネル、あのトンネルだ、デニスもねそう言ってましたよ ね、そうであそこに行こうよってなって、うん、であそこってトンネルの直前まで車で行けないんですよ、うんうん、ちょっと前の全然手前でね、ま、そうかなり、ま、くねくねした途中のなんか車止めみたいなとこ一回止めて、うんうんうん、そっから徒歩で向かっていく、うん、で当然その子たちもそういう感じで向かっていったらしいんですけど、うん、ま、トンネルの前着きましたと、うんうん、ま、もう4時とかです朝方の、じゃあこれから行こうって、でもね、ライト1本とかなんですよ、うん、で、ま、これつけて、ま、みんなでトンネルの中を入っていくと、うん、でトンネルの中に入っていこうとした時に、うん、
トンネルの中からなんか話し声みたいなの聞こえたんですって、うん、あれなんか先客いるのかなと思ったんですって、うんうん、あそっかそういえばと自分たちが車を止めた時にもう一台車が止まってたらしいんですね、うんうん、あじゃあなんか先に有名心霊スポットだから先客が来て今多分なんか行ってんだろうと、うん、じゃあその戻ってくるのじゃあちょっと待とうか多分きっと戻ってくるだろう、うん、で待ってたけど全然戻ってこないんですって、うん、あそっか戻ってくるんじゃなくて俺らと一緒のより今多分向かってるパターンなのかなみたいな、うんうん、だからしばらく時間かかるからじゃあ俺らも行こうよってことになってトンネルの中に入っていくと、うん、で前夜ね雨だったようなんでちょっと足元もぬかるむような中をゆっくりゆっくりとそのメンバーで入っていくと、うん、でそういう中でよくさトンネルでよくある話ですけども、うん、自分たちが歩いてるとなんか後ろからちょっと足音近づいてきてるような気配がする、はいはい、楽しもうってして心霊スポット来てるんで、はい、感覚もなんかちょっと鋭敏になってるんです、はい、あれなんか足音ついてきてないみたいな、うん、言われてみればそうだな、なんか集団心理なんか一人が怖いって言い出したらみんな怖いみたいな感じになって、でなんか足音自分たちの足を止めるとその一拍置いて後ろの足音もピタッと止まるみたいな、うん、これ心霊現象だ怖い怖い、じゃあ今この状態でみんなでちょっと携帯電話で写真撮ってみようぜみたいな、うん、そんなに今ね今みたいな性能のいい携帯電話じゃないですけど、うん、トンネルの中でメンバー同士というかみんなでね並んだりとかして写真を撮ったりした、でそれ見てみたら感謝の加減か分かんないですよ、うん、その T シャツに書いてあるなんかキャラクターの顔がちょっとなんかねじ曲がって見えたりとか、うん、ちょっと腕がこうやってるのが途中で切れてるようにも見えたりみたい、うわいっぱい撮れてんじゃんってめっちゃテンション上がって、うん、結局その山の神トンネルのトンネルを出るとハイキャンプ場があるんですよ、うん、でそこでなんか今前事件があったとか霊が出るとも言われてるんですけど、じゃあキャンプ場も回ろうって言って回ったけど、うん、結局何事もなかった、うん、帰りのトンネルも戻ってきて、トンネルの前は入り口、自分たちが入ってきたところまで結局戻ってきてしまったけど、あ、なんもなかったね、まあいっかってなった時に、おいと、一人のやつが言い出した。俺らの前に行ったやつって、話し声聞こえてたじゃんって。あった？ああ、そういえば、すれ違ってもないし、会ってもないなってなって。確かにいたはずだけど、おかしいよね、と思いつつも、まあ別に考えてもしょうがないから戻ろうかっていう。まあ、車止めてるところに戻ったらですね、自分たちの車ともう一台車が先客の車が止まってたんですけど、そちらにね警察の方がいらっしゃって、うん、お巡りさんいたんですって、うん、あやっべこれなんか心霊スポットチェックみたいなので注意されんじゃねえかと思って、うん、ドキドキしながら自分たちの車の方に近づいていったら、うん、おいちょっと君たち何してるの、うん、あのこの車の所有のものなんですけどって、あそうなんだちょっと話聞かせてって言われて、え何ですかって言ったら、この車の件とか知ってるって言われて、自分たちの車の前に止まっていた車、その中でなんと、男女が亡くなってたんですって。車の中で。車の中で。まあ多分自分たちで命を絶ったんでしょう。うん、死後数日経過してるようなのが、もうその車越しのガラスで見ても見て取れるような、うん。君たちここに来てこれに気づかなかったのって、うん。いや、すいません、自分たちの車だけだったんで、うんうん、あの別に中見ることもしなかったんですけどって、うんうん。まあそこで、まあいわゆるこういうとこ来ちゃダメだよっていう厳重注意と、うん、あと連絡先だけ、まあ、控えを取られて、うんうん、まあその場もいいや、君たちは別に人間性もないから帰っていいよってことで帰るわけですけど。まあでもちょっと話したいんですよ。うん、このまま家にすって帰るよりも、うん、あの時こうだったよねとか、ちょっとまだ語りたいから。ちょっとファミレスに寄っていこうということになったんですね。で、そのファミレスに入ったんですけども、ファミレスで喋ってる途中に、一人の人物っていうのが、うわーって急に大声いきなり上げた。うん、どうしたって言ったら、うわ俺の足って言った足見たら足が血まみれになってるんですよ。って見たら、まあ、ヒルがくっついてたんですって。だから山のトンネルですから、クマビルと呼ばれるですね、めちゃめちゃ血を吸うヒルが、そいつの足についてて、靴とかその辺も足が血まみれになってるの全く気づかなかった。お前こんなことなってんのかと思って、他のメンバーたちも見たら、そのメンバー全員結構血がついてたんですよ。あ、いつの間にか昼やられてたんだみたいな。心霊スポット怖いよねみたいな話をしながら、まあ食事をしてたんですって。で、食事が終わったぐらいの時に店員さんっていうのが一人分の食事っていうのを持ってきたと。もう、みんな来てるんですよ。もう一人分の食事いらないんですよ、うん、あれこれ誰頼んだって、いや頼んでないよって、うん、店員さんこちらですって持ってきたから、うん、僕ら頼んでないんですけど、それちょっと間違いじゃないですか、他のテーブルじゃないですかって、いやいや間違いじゃないです、てかお客様以外にのテーブル以外にお客様いないんでって、うん、注文が確かにあったので持ってきましたと、うん、でその店員さんっていうのは確かに覚えてると、うん、
深夜にこの T さんたちのグループが入ってくるまでお店の中に誰もいなかった、うん、誰もいなかった中で5人の騒がしいグループが入ってきたのを覚えてるらしいんですよ、うん、その時に T さんが思い当たったんですけど、テーブルに座ってるのっていうのは5人じゃなくて4人なんですね、うん、あれ4人だよな俺たちってなって、だけどおかしいんですよね。まずこれ初めに4人だと K に乗れいっぱいになってしまうから、5人だからまあ、友達の自動車を借りてきて、うん、親の自動車を借りてきて向かってるわけですよ、うんうん、5人っていう体でみんな思って行ってたんですけど、結局そのトンネルとか含めていたのって4人だったんです、うん、であれってなって、じゃあさっき撮った携帯電話の画像とかみんなで見てみようぜってなって、うんまあ、チェックしたんですけども、カメラマンを含めたカメラ、まあ、その4人のうちの1人がカメラマンになる、うん、で映ってるのは3人なんです、うん、3人なんですけど、誰か1人分のスペースを空けてなぜか撮ってるんです、うん、5人いるような感じで写真撮ってるし、うん、そして4人が写ってる写真もあるんです、うん、ポーズを撮って、うんうん、誰かが撮ってるんですけど、その誰かっていうのの名前も思い出せない、うん、そんな写真が混じっていたと、うん、え、俺たちっていつから5人だと思って行動してたんだろう、4人なのにってめちゃめちゃみんな怖くなって、それ以来 T さんは心霊スポットに行くことをやめたっていうきっかけのお話でございます。なるほどね、はい、今回のお話がこの A さんというね、女性のお話なんですけど、これね、このご投稿いただいた中で A さん自身が身の上が結構私大変でしたみたいなのね、生まれる前A さんのお母さんがお腹にこの A さんを宿した時にですね、 A さんのお父さんの方がですね、男の子が欲しかったようなんですよ、ね、でその時っていうのはまだこの男の子か女の子か分かってなくて、で実際、まあ、結婚する時に、まあ、半ばでき婚のような形で、まあ、ご結婚なさったそうなんですけども、で、まあ、生まれてみたら A さんっていう女の子が生まれてきたってことに、このお父さんというのがですね、なぜか、まあ、激怒したそうなんです、うんうん、男じゃないじゃないかと、うわ、これも、まあ、時代もあるのかもしれないけど、なかなかひどい発言なんですけど、それで、まあ、A さんがちっちゃい頃にね、まあ、虐待された記憶もあると。で虐待もするし、まあ、なんだろう、暴力とかも振るったりするってところで、まあ、そので 最終的にはこの A さんのお父さんがもう半ばこのなんていうのかな、育児を放棄するような形で自分のお母さんのところにその A さんというのを預けたんですよ、うん、だから お父さんのお母さんだから A さんからしたらおばあちゃんね、で父方のおばあちゃんのところに A さんは預けられた、うんうんうん、でちっちゃい頃から20歳ぐらいになるまでずっとおばあちゃんとお二人で暮らすことになった、うん、でね、兄弟とも合わせてもらえなかったっていうか、会うこともなかったような、もう一人だけその要はおばあちゃんのところにもうお前はこっちだみたいな感じで預けられてしまったと。だけどそのような状況でありながらもね、その父方のおばあちゃんものすごく優しい方なんだって。だから別にその育つ上でね、 A さん自身がや私は不幸だなと思ったことはないとおっしゃるんですけど、そのそういうような家庭環境の中で A さんがこれちっちゃい頃小学校の時ですね、通っていた小学校で理科の授業って今もありますよね。あるでしょ。あるよね。でなんか生物の授業で先生の課題みたいのが出て、なんか自分たちが好きな例えば生き物であったりを捕まえて絵描いたりとか、で大きさこんぐらいですとか、そのなんかレポートというか提出するような授業があったと、うん、で学校の裏が裏山があると、うん、でその裏山に畑があって、畑の奥にキャベツ畑があって、もうキャベツ畑なんでもう青虫とかがいっぱいいるわけですよ、うんうんうん、あ、じゃあいいや、学校の裏では近いから青山に行こうじゃない、うん、裏山、あ、学校の裏青山に行こうじゃないかって、何しに行くねん青山に。いやいや、いろいろ混じったりする。美味しいご飯も食べに行くのかしら。おしゃれだからね。髪の毛を切りに行こうかなって、そうそう、おしゃれだから青山、裏山の青山に行こうじゃないかって、裏山に行こうじゃないかってなったんですよ。はい、でね、びっくりした。ドンって言った。めっちゃびっくりした。怒られたのかと思った。間違いじゃねえよ。すみません、すみません。聞こえたか分かんないけど、ドンって言った。すみません、すみません。行きましたと、はい、でそのキャベツ畑でいっぱいこの青虫をこの袋、はい、ナイロン袋いっぱい入れて、あ、こんだけ取ったらもう大丈夫だってなった時に、まだ時間が夕方行ってなかったと、うん、でまあ今の子供もそうか分かんないけど、夕暮れ時まで遊んでいいみたいなルールって
なんとなくあるじゃないですか。まあ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 、気持ち的にね。気持ち的にね。うん、だあまり夕暮れになるまで時間あるから、じゃあちょっと遊ぼうって言って、その時いたのが A さんと、あと2人お友達いたんだって。うん、じゃあこの3人でなんかできる遊びないかって考えた時に、そうだ、鬼ごっこがあるじゃないか。うん、鬼ごっこやろうよって言って、まあ遊んだわけですよ。うん、で、A さん以外の、まあ、1人のお友達が鬼になって、うん、まあ、2人で逃げるわけですよね。わーって言って逃げてる最中に、畑の対面みたいなところのお墓があると。で、このお墓っていうのは昔からあるお墓なんだけど、うん、別にね、その墓石が古いわけじゃないんですよ。で、結構新しいお墓も多いから、どっちかというとあんま怖さはないんです、うん、だからなんかお墓イコールあそこは危ないねみたいな感じもあんまなかったらしいんで、うん、そのお墓の中も、ね、なんか逃げ回りながら、まあ、飛び回ってたと、うん、で、これご自身のお言葉ですけども、その私は不謹慎だったと思いますと、例えばその鬼ごっこで逃げてる最中にそのお墓とお墓の間のブロック塀をこうジャンプして飛び上がったりとか、うん、まあ、下に骨壺が入っている蓋の上、うんうん、まあ、この下の部分カロートって呼ばれるとこなんですけど、その上とかをこうドタ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 走り回ったりとかしてたと。で、そういう風にして鬼から逃げてる最中にね、うん、あれ、お墓にこんなスペースあったのかな、知らなかったなって、うん、ちょっと見慣れない景色みたいなのが出てきた、うん、っていうのが1メートル四方の土でできたスペースなんですって、うんうん、土なんです、うん、だけどその真ん中の部分に木の板みたいなものがこう立ててある、うん、で、その板のところに何か文字のようなものが書いてある、うんうん、あれ、これもお墓なのかな、こんなスペースって私今まで気づかなかったなと思ったら、その1メートル四方のスペースってそこだけじゃなくて横に2つ3つあったらしいんですよ、うん、で、見るとそのスペースの真ん中に板のようなものが刺さっていて、まあ、字のようなものが書いてある、うん、まあ、同じのがあったりとか、その木の板が倒れてるスペースもあったらしいんですよね。あ、この倒れてるのを見た時に、うん、なんかわかんないけど多分葬られてる人がいるんだろうと、うん、で、この木の板が倒れてるのがなんかかわいそうに見えてしまったそうで、うん、まあ鬼ごっこの最中ですよ、うん、だけど A さんはこの木の板をこう立て直して、うん、こうなんかわかんないけど子供ながらに手を合わせて拝んだらしいんですね、うん、で、いや、まあ、そして鬼ごっこ途中ですから、その後も鬼ごっこに興じると、うん、で、普通にその日は、まあ、鬼ごっこが終わって夕暮れになって家に帰る、うん、もう別に本当何の変哲もないただの日常があったわけですけど、うん、翌朝になってみたら A さんの体調がものすごく悪いと、うん、ご飯食べれないんですって、うん、でもなんか熱っぽいと。で、おばあちゃんが気使ってね、これだったら食べやすいでしょって言っておかゆみたいなの作ってくれたけど、うん、まあそれも受け付けない、食べれない、学校に行けないっていうのが3日間続いちゃったんですよ。あ、このままだと良くないなってことで、おばあちゃんがまあ近所の病院に連れて行った、うん、で、病院で先生が診察をしてくれたんだけど、ちょっとわからないですね、うん、体調不良であることは、まあ、確かなんでしょう。じゃあ、まあ、一応栄養のためにその注射だけ打っときましょう、うん、注射打たれて、うん、で、まあ、その日は帰らされたんですけど、4日経っても5日経ってもその体調不良というのが良くならない、うん、っていう時におばあちゃんが、なるほどと、医療じゃないのかみたいな感じで、ちょっと一緒に行こうって言って A さんと一緒にお家を出て、うん、しばらく歩いて行って、とある一軒のお家の前まで行ったそうなんですよ、うん、で、そこのお家から中から出てきた方っていうのが、うん、その近所でいう、いわゆる拝み屋さんと呼ばれる仕事をなさっているおばあさんがいらっしゃったそうなんですけど、何か困ったことがあったりとか、病気、うせもの、なくしものがあった時はみんなそこに行くような、まあ、そう習慣があったそうなんですね。で、そのおばあさんっていうのが病気になっている A さんを一目見るなり、うん、あ、この子は無縁仏にすがられとるねと一言言ったそうなんです、うん、無縁仏って。で、このままだとこの子は危ないと、うん、あなた、あの学校のあるのに山に行ったろと、うん、山の中で木の札見つけたろと、うん、で、その木の札触ったろ、うん、あれ無縁仏やてって、そんな風に言われたんだって、うん、で、この今の一連の出来事、山に行って裏山に行って木の札をうんぬんっていうのは、うん、A さん誰にも喋ってなかったんですよ、うんうんうん、だからそんなことをいきなり知らないおばあさんから言い当てられたから、うん、まあ、ドキッとはしたんですけども、うんうん、で、そのおばあさん曰く、うん、無縁仏に A さんが見入られてしまってるから、このままだと命を取られてしまうって言うんですよ、うんうん、で、その時にはもう A さんもかなり意識朦朧としていて、うん、おばあさんとその拝み屋さんの話をなんとなく聞いていたから断片的な記憶しかないそうなんですけど、うんうん、まあ、このままだと要はこの子が危ないから、うんうん、私が今から幕を張るから大丈夫って言ったそうなんですよ、うんうん、幕って何と思われながらも何か儀式のようなものが行われたと。
で A さん自身に幕っていうのをそのおばあさんが貼ってくださったそうなんです。でこの A さん自身がまあいわゆる何者かいろんな霊とかに入られやすいと、うん、で入られてしまってもちっちゃいからその対処ができないからこういうふうに体調を崩してしまうんだ、うんうん、で自分を何とかしてほしいっていう存在のその無縁仏のようなものがあの裏山にはあって、うん、それが助けてほしいっていうことでこの A さんの中に来ている。でも今この幕を張ったことによって大丈夫だと、うん、でこの幕っていうのは霊が A さんを気づけないようにするんですって、うんうんうん、霊がなんかもう存在が分からなくするためのバリアのようなものだって言われたそうなんです。でこの幕のようなものを貼ってもらってから、まあ、おばあちゃんにおぶわれてね、うん、A さん家に帰ったそうなんですけど、うん、翌日からものすごく体調が良くなったと、うん、あやっぱりなんかよく分からないものの力あのそれっていうのをあのおばあさんが払ってくれたんじゃないかっていうことだったんですけど、でも大人になりにつれてですねこの幕を貼ってくださったその拝み屋さんのおばあさんというのが亡くなるんですよ、うんうん、亡くなってたことがきっかけなのかよくわからないんですけど、うん、A さんねあの霊をちょっとまた見るようになったり、うんうん、例えばラップ音であったりとかなんかちょっと不思議な現象っていうのを体験するようになったと、うん、自分の中で払ったりとかね、うん、ある程度予防する手段っていうのはなんとなく 自己流で学んできてるから大丈夫なんだけど、うん、もう貼ってくれる存在がいないから今後私はちょっと不安なんですよねってことをおっしゃってたってお話なんですよ、うん、でこれまあ一応ちょっと後日談みたいなものなんですけど、うんうんうん、A さんがあの時無縁仏に、まあ、拝んでしまったことによって何者かがついてきて、うん、ちょっと命を取られかけたんですけど、はいはいはい、あの時遊んでいたのは3人なんですよ、うん、その3人のうちの A さん残り2人の友達のうちの1人の方っていうのがこの鬼ごっこの後がきっかけなのかは分かんないんですけど白血病で幼くして亡くなっているんですよね、うん、でこの事実っていうのは A さんは知らなかったんですよ、うん、あのお友達の何々ちゃんはどっか遠くに転校しますって先生が言いまして、うん、転校して行ったと思ってたんですけど、うん、これ表向きはその転校って言いましたけど本当は白血病にかかってしまって、うん、治療のために他の県に行かなければいけないから、うん、まあ、そういうようなことを言っていたと、うん、要はあの鬼ごっこに関わった人間2人が不幸になってしまったという無縁仏にまつわる、ちょっと怖いお話でございました。ありがとうございました。でこのお話というのがですね、まあ、A さんという男性からいただきまして、2017年のお話だから6年前ですね。でその時に A さんが勤めてた会社っていうのがある場所が渋谷区の、桜ヶ丘という場所に、はい、お働きになっていた、お働きになっていたとか働いてたんでええやんと思うんですよ、はいはい、で働かれてた、はい、で1棟のビルが全部その自分の勤めてる会社が全部閉めてたと、はいはい、で4階建てなんですって、うん、だけど別にそんなに何高層のビルではない、ね、うんうん、だからまあその1棟が自分の会社のビルである、うん、でいつも4階で働いてたんですって。クリーク&リバー社みたいに。ああでもクリーク&リバー社みたいなもんです。ああなるほど。クリーク&リバー社を想像してくださいって書いてあります。ここね書いてあったんです、ね、書いてないですけどそんなことは。で4階で働いてて自分が座ってるこうやってね仕事する席の右側がエレベーターホールがあって廊下があるんですって、うん、で自分の、ま、前の景色というか自分が働いてる前から見えるのはブラインドがあって、うん、でまあそれ越しに外が見えるような環境で仕事なさってた、うんうん、でこの会社っていうのがもうね19時が定時なのかな、うん、19時過ぎるとそのフロアっていうかそのビルに人がもう全然いなくなると、はいはいはい、だからなんか来客とかあって自分が応対出たりしてていつの間にか過ぎちゃうとあもうこのビル俺一人じゃんみたいな怖くなる時は結構あったと、はい、うん、である日の、20時半ぐらい、うん、もうみんないないんですよ、うん、4階のフロアもだから一人で残業してたそうなんですね、うん、そしたら右側に先ほどエレベーターホールがあるって言いましたけど、うん、チーンってそのエレベーターがドア開いたんだって、うん、だから誰か忘れ物でも取りに来たのかなと思いながらこうパソコンで仕事してた。だけど誰もねこの部屋の中に入ってくる様子がないんだと、うん、あれさっき開いたけどなと思っておかしいなと誰も入ってこないな、うん、で、まあ、A さん喫煙者なんですよ、はい、でこのビルの4階の上が屋上ありまして、うん、屋上が喫煙所みたくなって、はいはいはい、だからじゃあとりあえず1階その屋上タバコ吸って、うん、で4階から1階まで階段もあるんで、うん、なんか降りるときに4階3階2階1階階段で降りつつなんか誰か人他のフロアいるかなっていうのを見ながら降りてったんだって、うんうん、で結局1階まで着いたけど自分しかいないと、うん、あれさっき開いたよなやっぱなと思いつつ、まあ、1階からエレベーターでまた4階まで戻ったと、うん、
で、なんとなく気持ち悪いなと思って、ちょっともう今日残業やめて帰ろうと思って、うん、自分のデスクの上で帰り支度してたら、先ほどもまた言いました、目の前が、ブラインド越しに外が見える、うん、なんかね、瞬間的に A さん感じたそうなんですけど、上から下に女性が落ちてきた、うん、女性が落ちたっていうのを見たんではなく、うん、分かったってご本人おっしゃってたそうなんですよ、うんうん、表現の一種なんですけど、まあ多少その A さん霊感あるので、あ、今女の人落ちたってそこのブラインド越し思ったんですよ、うんうん、はぁと思って近くに駆け寄って行ったけど、当然下に何かがあるわけでもない、うん、あ、でもなんか今なんかあったなっていうのを感じて、うん、さっきのエレベーターの感じもあったからとても怖くなった、うんうん、あ、もう急いで帰ろうと思って、まあ、バッグ持って、まあ、エレベーター、うん、で自分がさっき1階から4階まで上がってきたんですよ、うん、だけどエレベーターのランプは1階にいるんですって、うん、4階にあるはずなんですって、うん、なんか最後行ったところで止まるらしいんですよ、はいはいはい、そこのエレベーターは、はい、だから4階にあるべきなのに誰もいないのに1階にあると、うん、え、これ怖いと思いつつ早くもう来てくれみたいな感じでボタンなんよくわかんないけど連打してしまったみたいな、うんうん、そしたらスーって4階に上がってきたエレベータースーって扉が開いたと思ったら中に1人女性が乗ってるんですけど、うわっと思ったんですけど、もっと気持ち悪いのが女性背中向きに立ってるんですって。いやだいやだ、はい、うわ背中向きでもう明らかにもうなんかねボロボロの服装されてて長い髪の毛の女性で背中向きで立ってるから、あ、完全に同僚ではないわけですよ、うん、だけどなぜか分かんないけど A さん意外と冷静に声かけてたんだって、うん、降りないんですかって声かけたそうなんです、うん、そこから動かないから、うん、そしたらその女性っていうのは背中向きなんですけど、うん、こういう感じかな、背中向きなんだけど髪をかき分けたんだ、うんうん、こうやるってことよ、おこうやったらこうやったらここに顔あったんだ、はい、で顔がボロッボロに朽ち果ててる女性が顔を、まあ、かき分けて、うわってもちろんなるでしょ。そしたらその女性が何々さんっていますかって尋ねてきたんです、うん、で何々さんっていうのは全然聞き覚えのない名前だったそうなんです、ね、うわっと思いつつもう言葉も返せないでいると、うんうん、その女性っていうのが自分にスーって近づいてきて、ねえ聞いてるのって喋りかけてきた。もうほいでうわーってなってもう逃げなきゃと、で4階から1階まで急いでも階段駆け下りたんです。で駆け下りて外に出ればいいんですけれども、これこの会社も A さんが、出た時にはもう人がいなくなってしまうので、うん、必ず一番最後に帰る人っていうのはロックをしなきゃいけないんですよ。あの鉄の扉のロックと自動ドアのロックをやんなきゃいけない、うんうんうん、でこの2つをやんないと警備会社とかが来てもしかしてなんかその作動したからね、うんうん、っていう場合っていうのは社員に1万円のペナルティーがあると、うん、だからこれはどうしてもやんなきゃいけない、経済事情的にも。だから背伸びしなきゃいけないところの鉄壁をロックして、うん、逆にしゃがみ込む感じで自動ドアの施錠をちゃんとして、うん、でエレベーターをの、 あの明かりのところを見たら、うん、まだ4で止まっとるから、うん、あ、お女性はまだ4にいると、うんうん、うわーって急いでやって会社の敷地の外に出て、うん、あーなんとか助かったと思って自分がさっきまでいた4階の方をちょっと見たところ、うん、その4階ってそれほど先ほど言ったようにそんな高いビルじゃないんで、うん、4階の窓とかも見えるんですけど、うん、女性っていうのが A さんに向かってガラス越しにこうやって何か喋ってるんですって、うんうん、口元動いてるけど何を言ってるかわからない、うん、うおー気持ち悪い気持ち悪いって言って、まあ、その会社から外に出て逃げた、うんうん、このまま家に帰ろうかなと思いつつも、うん、A さんの中ではちょっと怖いから厄落とし厄払いじゃないけどどっか寄ろうと思ったと。で寄った場所っていうのがその会社から近くにあるダイニングバーがあるんです。でこのダイニングバーっていうのはこの会社が作ったものが、うん、なるほど、はい、あの例えば社員の方だったら昼はランチだったりとか、うん、夜とかになったらお酒を出して社員とか上司あと顧客とか取引先となんか円滑に商談とかちょっとお酒入れたお話とかもできるように会社が作ったバーなんです、はい、でここにじゃあママ行こうってなって、で店長さんとはなんかその本社っていうとかね、あの何回かお会いしたこともあったんで、あの顔見知りでもあったんでね、ちょっとそのバーに行ってなんか、普通に喋ってた、うん、だけどさっきあのビルであの女性を見たってことは言わなかったんです、うんうん、なんで言わなかったかっていうとこのバーが23時で閉まってしまうんですよ、うん、で多分信じてもらえないだろうし、うん、こんな話し変に怖がらせんのもあれだから、うん、A さんあえてその話はしないでなんか普通のさりげない何気ない会話をしていたと、うん、そしたらこの店長さんっていうのがそういう和やかな A さんとの会話をしてる時にね、このバーね
実はって言ってなんか話し出したのが、うん、厨房の奥で作業している従業員っていうのがなんていうのかな、頭が痛くなったりとか体調が悪くなったりすることっていうのが A さん実は結構あるんですよってことを言い出した、うん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 、で A さんがああそうなんですねって言いながらこのお店の中なんとなく見ててね、あ厨房は今日は3人なんですねって、女性も厨房で作業するんですね、うん、自分が見たまんまのこと言ったの、うんうん、そしたらそのバーのマスターっていうかその店長さんっていうのが、え女性はいませんよ厨房にはって言ったと、うん、いやさっきなんか椅子に座って作業してる厨房の女性いましたよねって言ったら、うん、いやうちでは厨房で女性が入ることはないんですよって、あれさっき見えたんだけどなってなってたら、ホールで働いてるアルバイトの女の子っていうのが、あの実はこのお店って私今まで言わなかったんですけど出ると思いますと言い出した、うん、でその女の子曰くですね、この今バーがあるあのこのテナントっていうのは、うん、そのこのバイトの女の子って言ったらここが地元なんですよ、うん、だから昔からここの風景とか景色を全部知ってるんですけど、うん、今バーが入ってる場所っていうのは今バーが入る前にずっと空きテナントだったんだって、うんうん、ずっとガラスで何も入ってないような状態だったと、うん、そしてそうなる前にアトリエがあった、うんうんうん、画廊だったんですって、うんうん、なんか絵を描く人がいてなんかそれを販売したりするようなこじんまりとしたスペースのところだったらしいんですけど、うん、ここの絵を描く画廊の方というのが、まあ、自分にお金を出してくれるスポンサーというか、うん、オーナーの方がいらっしゃったそうなんですけど、うん、その方が急にこのスポンサーを離れてしまって、うん、お金が入ってこなくなってしまったと、うん、でこの絵を描かれている方っていうのはすごくそれがショックで自分の夢がなくなってしまったっていうことで、うんこのビルの5階がその絵を描かれる方住んでいたそうなんですけど、うん、この5階から、飛び降りてしまったそうなんですね。で飛び降りたんですけど自分が思うような死に方ではなくですね、うん、飛び降りたところが植え込みだったんですって、うん、植え込みに落ちてバウンドして、ブロック塀みたいなところに首を打って首の骨を折ってしまった、うん、であんまり人に見つからないところで数日経って亡くなってるのが見つかった、不乱遺体となって見つかったそうだったんです。そういう過去があった場所だったんですよっていうのを聞いたと。でその時に、まあ、A さんはここからもう、うん、あなるほどと考察のように思ったことだそうなんですけど、うん、本社というか会社にいる人っていうのはバーによく行くんです、うん、ランチにも行くしで夜には飲みも行くし、うん、でそこからまたバーと会社への移動というかこういうような移動が結構あると、うん、バーから会社へ会社からバーへという移動があると、うん、だから多分今ここにいるその画廊と思われる方の例というのは、うん、ここのバーに今居ついていて多分前のオーナーさんの姿をどこかで見たんじゃないかと、自分を裏切ったという人をね、その人を例えばパッとバーに来てるのを 見たのかもしれないと、うん、でバーに行く人は会社にも行くし会社に行く人はバーにも行くっていうこの移動のことをあなるほどって幽霊は察して、このバーと会社この2箇所を移動してるんじゃないかと、うん、そう考えると A さんが働いてる時にさっき来た紙のね、うん、書き分けて何々さんいますかっていうその何々さんっていうのは前にこのスポンサーだった方のお名前だったそうなんですよ。だから自分を裏切った人をバーと会社往復しつつ探していると、うん、で今ではでもねこの会社もお祓いをしたところその女性の霊は出なくなったっていうお話でございました。はい、ありがとうございました。なるほどね。A さんという30代の男性からいただいたお話なんですけど、まあ A さんがまあこの幸せなねご家庭持っとると、奥様がいらっしゃってで3歳の娘ちゃんがいらっしゃってで、ある時にその親戚含めて A さんのね親族ってとても仲いいんですよ。だから大体親戚でいとことかなんかはとことか、うん、なんかわけわかんない、わけわかんないって言ったら失礼だけど、あんまりそういう人知らないじゃないですか。でもまあ確かにね。ね。わけわかんない人はいますよ。そうですよね。親戚の中で。親戚の中でさ、なんかちょっと昔だけ、一回だけ会ったことあるおじさんとかいるじゃん。で、すげえ慣れ慣れしかったりね。そう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 。すげえ。ああ、どうも、みたいな、うん。久しぶりみたいな。やったらお前お前の昔知らんわ、みたいな。ありません。履歴書持ってこい、みたいなやつは。そこまではね、言わないですよ。だからそういうのもなく、比較的おじさんも知ってるし、おばさんも知ってるし、うん、なんかもう全部がみんな仲いいみたいな、うん、珍しいね、うん、五家系だったんですよ、はいはいはい、である時にこのちょっとその仲が良かった家系っていうのちょっと疎遠になったりする人も出始めてたから、うん、もう一度その結束をみたいなことでなんかね、親戚の中でもちょっと遠縁の方すごい遠縁の方が
神奈川県の油壺に別荘を持ってると、うん、でその別荘っていうのを今ほとんど使ってないからみんなで使っていいよっていうことだったらしいんですよ。で、あ、じゃあこれはありがたいということで、うん、まあ避暑地でもあるし観光地じゃないですか、うん、でなんか当時はマリンパークとかがあってもう今ないのかな、うん、でなんかかなりないですね、ないですよね、はい、なんか結構盛り上がってる頃だったんで、じゃあ皆さんで行きましょうっていうことになったと、うん、であの2泊3日の旅程だったんですけれども、うん、その A さん自身はねこのまあその油壺に向かっていくと結構時間もかかると、うん、時間かかるけどほらもう子供はもう疲れるじゃないですか、うん、車で行ったとしても眠くて疲れたりしてしまって、うん、その別荘に着いた頃にはこの娘さんっていうのがもうちょっとぐずり出してしまった、うんうんうん、あもう眠いみたいな、あそっかみたいな、まあでも明日ね海でみんなでいっぱい遊べばいいから、うん、じゃあ今日はちょっと早めに寝るかって言ったら、うん、もう寝るって言ってその A さん夫妻と家族に与えられた部屋っていうのが、うん、別荘2階建てなんですけど、うん、その2階部分の2つねなんか和室があるらしいんですよ、うん、畳敷きで、で4畳半と6畳の和室っていうのを、うん、ここどうぞじゃあ A さんたち使ってくださいって言われたから、うん、あ分かりましたありがとうございますって言って、うん、でその娘ちゃんっていうのが、まあ、その4畳半の方の和室のところ眠いって言って、じゃあ布団敷いてあげようって言って、まあ、コロンって眠ってしまったと、あ疲れてたんだろうなってところだったんですけど、そのねまあ、娘ちゃんそこで寝てる、うん、で夜になってきて大人たちは当然お酒とかを飲んでね、うん、いやー久しぶりだねみたいなこう杯をやってると、いやーすいません遅れましたって言って、うん、まあ、遅れてきた一人のおじさんがいるんですよ、うん、でこのおじさんっていうのはこの A さんと昔から本当になんていうのかな可愛がってくれたおじさんなんだって、うん、で今やってるお仕事っていうのは、まあ、普通のなんか会社員、普通の会社員なんだけど、うん、昔住宅関係のお仕事をなさってた方だと、うんうん、で、あ、おじさん久しぶりだって言ってお酒を飲んでると、うん、でお酒飲んでるのうちにおじちゃんが、あ、娘ちゃんどうしたの今ねいると思ったのにって、もう久しぶりに会うからおじさんはお子さんがいらっしゃらないんで、うんうん、その A さんの娘さんに、3歳の娘さんに会うの楽しみにしてた、うん、で、いや今寝てるんですよって言ったら、うん、ああそっかそっか、じゃあちょっと寝顔だけでももう見に行っていいかなって言って、うんうん、ああ全然起こさなければ全然大丈夫ですよって言って、うん、おじさんがその娘さんが寝てるその4畳半の和室に入っていって、うん、でしばらくして戻ってきて、でその A さんのところ来てね、いやー見たんだけどなんかあんまいい部屋じゃないね、うん、いい部屋じゃないってどういうことだと、うん、いや別にこの A さんが建てたわけじゃないから、うん、あなんかいい部屋じゃないってなんか変な感じがするとかですかと思って、うん、で A さんその時ねオカルト系の YouTube とかを結構見てたらしいんですよ、うんうん、でいわゆる僕らのチャンネルとかを見ててくださったんで、うんうん、なんかそういう旅行に行った時に部屋に変な気配がするとかあるじゃん、うん、だからあおじさんは霊感があって多分そういうこと言ってるのかなと、うん、そういう感じですかって言って、いやいやそういうことじゃないんだけど、あそこの部屋って切腹の間になってるよって言うんですって。切腹の間になってるとはどういうことですかって言ったら、うん、霊感とかはないから全然わかんないんだけど、その部屋の畳の組み方というのが武士が切腹をするときに使う畳の間取り、うん、組み方になってるよって、うん、こんなことっていうのは住宅ではないんだけどねって言って、うん、でその隣の6畳この6畳っていうのも本来の敷き方とは違うよって、うん、お葬式とかがあったときに組む畳の置き方になってるんだけど、これって誰が置いたのって、うん、で当園のおじさんからこの別荘っていうのを借りたっていうことなんですけど、はいはい、でそのおじさんに確認したらね、うん、いろんな人に貸してんだって、うん、自分があんまり使わないから、うん、近所の人だったりとか、なんかその近所の人のさらに友達であったりとかに、まあ、一泊例えば3000円とかすっごい安い価格で何年も使ってもらってると、うん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 、だからもしかしたらでもその時に畳を組み替えるやつなんて多分いないだろうから、うん、俺は知らないってその当園の方は結局おっしゃったそうなんですけど、うんうんうん、じゃあその切腹の間とはどういうものだっていうのがちょっと図で分かりやすく、うん、はい、ちょっと書いてきました。はい、こちらになっておりますね。切腹の言い方はそれでいいですか？いや、これじゃないです。ちょっといただいていいですか？切腹いや、滑腹の言い方ちゃうの？滑腹の言い方が久しぶりすぎて忘れました。そうです、滑腹こんな上がったかな。ちょっと変わりましたよね。さあ、はい、これがですね、一般的な4畳半の敷き方で一番多いとされてるものです。あ、まあ大体わかりますよ、はい、1畳1畳ね、はいはいはい、そうそう、ちっちゃいのが あるある、ね、だいたい端っこなんですよ。そうね、だけど切腹の間というのはこの半畳を真ん中に持ってくる置き方なんです。あ、なるほど。はい、で
あの昔武士は切腹するときにこの真ん中の部分に、まあ、正座をして、はい、命を絶つと、はい、で、まあ、汚れた血とかが周り飛ぶわけですけど、はい、まあ、この辺に飛ぶこともあるだろうけど、はい、大体この1畳分をパカって外して、はい、この部分を取り替えたりして、うん、この、切腹の間っていうことで部屋で置いてある、はい、武家屋敷が多かった、はあ、なるほど。で娘ちゃんはまさにこの部分に布団を敷いて寝てるから、あのここに、ね、そこでね寝るから何があるってわけじゃないけど、良くないよって、ね、縁起悪いよっておっしゃったと、うん、あ、そうだったんですねとともに、はい、6畳の方もおかしいって言ってた、はいはい、で6畳の方がどういうことかっていうと、はい、こういう感じで、はい、普通の6畳はこっちです、はい、大体こんな感じってことです、はい、でダメな方の6畳はこれです。これの敷き方は、祝うっていう漢字を使って祝儀敷きって言います、はい、一般的に用いられる家庭で使う畳の敷き方、はい、でこっちは不祝儀敷きって言います、はい、お葬式とかがあった時に、まあ、畳をこのように並べ替えて使う。でこのね×の目ができてるじゃん、はい、これっていうのが日本人って昔から縁起が悪いってされてるんだ。ああ、なるほど。そう、こっちって×の目ってできてないんですよ、ねね、うん、日常生活生きる上で×、ペケなものは良くないとか、うん、腹を切るにつながるみたいな感じで嫌われた、うん、だからお葬式の時だけこういう風にすることによって違いを出したってことなんだけど、うんうんうん、6畳の方もこれになってるよみたいな、うん、なんでこんなことやったんだろうねっていうことがまあ疑問として残った。はいはいはい。で結局その当園の人に聞いても理由が分からなかったから、うん、まあ、考えてもしょうがないわっていうところで、うん、次の日は普通に油壺の海岸に行って、うん、みんなで海で遊んだわけですよ、うん、で海で遊んで最後というかね、その夕方ぐらいだったらしいですけど、うん、海岸を背景にみんなでわーみたいな、うん、写真撮りましょうみたいな、フィルムのやつでね、フィルム式のカメラで写真を撮ったと。で A さんが写真を撮ってこれを後に親戚の方たちに配ろうということで、うん、まあ、現像してもらって、うん、その、写真図が上がってきて、うん、お家のリビングで A さん奥さんと一緒にこうやってこの前撮った写真見てたらしいんです、はい、そしたら1枚の先ほど言ったこの海岸を背景に撮った写真、うん、見た時に、え、初めて撮れちゃったかもしれないこんな写真っていうのが、うん、心霊写真みたいになっとると、うん、海岸にみんながそのA さんたち家系がバーって並んでる後ろの水面にですね、すっごい苦しそうな顔をした男女、わからないですけども、たくさんの人の顔が浮かんでるのが見えてしまった、映ってる、はっきり、わ、これどうしよう、明らかに心霊写真だってなった時に、隣の部屋で寝ていた3歳の娘ちゃんってなんかわーんってぐずる声が聞こえてきた。ああ、どうしたんだろう、まあ、時間も結構遅かったから、うん、まあ、夜泣きしてんのかなと思って奥さんが行ってみた、うん、で奥さんが行ってみても当然泣いてるんだけど、うん、A さんをちょっとちょっとって呼ぶと、奥さんが、うんうん、何って言ってみたら、その泣いてる娘ちゃんって右目から普通に涙流してるんだけど、左からまるで血のような涙を流してる、うんうん、なんでこれ左右の涙の色違うの、うん、すごく、ま、我が娘だけどちょっと気持ち悪く見えてしまったんですって。でまあその翌日に病院などに行って見てもらったんだけど、その理由というのがわからない、うん、何も異常なところはないですよ、うんうん、目を調べてもっていうところだったと、うん、でこの写真の件とかがあったんで、それ親戚の中でもちょっと話題になってしまった、うんうん、こんな写真撮れちゃったんだみたいなので、うん、である人はちょっとスピリチュアルであったりとか、うん、その、うん、心霊みたいなものを毛嫌いする人もいたりして、うん、いやこんなの別に気にしなくていいんだよっていう人もいれば、うん、いやいやこれはなんかちょっと危ないから、うん、一回見てもらった方がいいよ、海になんかいる霊っていうのは怖いとか言うしみたいので、いろいろ意見がまとまんなかったんだけど、一人の方がなんかいろいろつてたどったなんか霊能の人にちょっとその写真っていうのを見てもらったと、うん、そしたらその霊能の方が言うには、海で亡くなった人、そしてこの油壺っていう土地にで昔亡くなったたくさんの人の念にあなたたちの誰かではない、娘ちゃんだけじゃなくて家族全員が触れてしまっていると、うん、念に触れてしまったからにはあなたたちはこれから水に気をつけてくださいっていう、なぜか予言めいたものをもらったと、うん、水に気をつけてくださいってどういうことですかっていうと、うん、お風呂もそうです、うん、プールもそうです、うん、海も川もそうです、水に関することで何か大事故にあったりする可能性というのがあなたたちは高くなってしまったと言われたんですって、うんうん、だからこの写真は当然お焚き上げしますけれども、皆さんご家族気をつけてくださいって言われた、はあ、分かりましたってなったんだけど、一般的に海川に気をつけるなんていうのは当たり前のことだから、うんうんうん、まあ、あのこれまでよりも用心しつつね、うん、なんかちゃんと多分お焚き上げもしてもらったら大丈夫だろうからっていうところだったんですけど、うんうん、数ヶ月経った時に
そのおじさんという方がですね、その切腹の間であったり六条の間が変な敷き方だよって教えてくれたおじさんが亡くなったってお知らせが入ってきたんですよ、うん、おじさん死んだの、 A さんも昔可愛がってもらってたから、うんうん、めちゃめちゃちょっとショックだったんだって。で、おじさんなんで死んだんですかって聞いてみたら、あの水とかじゃなかった、あ、そうか、水とかじゃなかった、じゃあ呪いとかじゃなかったんだなと思ったんですけど、うんうん、普通に道歩いてる時に住宅、とある住宅の横歩いてたら、その住宅の屋根瓦が落っこってきて頭に当たって亡くなったっていうんですよ、うんうん、何その死に方、相当打ちどころが悪かったらしくて、もう病院に運ばれて、3日間意識がなかったのかな、うん、それで亡くなったということだったそうだったんですけど、で、あ、そうだったんですね、でも運が悪いこともあるもんだなと思ったら、うん、その瓦というのにですね、家紋というものがついておりまして、うん、その家紋っていうのがよくよく調べてみたら、うん、丸に波のようなこういう絵が入った、うん、屋根瓦、いわゆる家紋で、うん、これ丸に水っていう家紋なんですよ、うん、これというのが、まあ、昔先祖がですね、例えば、まあ、信長の野望とかでいう治水工事ですね、うんうんうん、なんかその堤防をちゃんと作ったりとか、うん、信長の野望で言ってしまうからね、信長の野望で言わんでも治水で言えるのになと思って、ね、俺が一番伝わるからごめんなさい、信長の野望で言ってしまいましたけどっていうところの治水でええやん、そうなんです、逆やろそうだね、いや、そうなの、ロジックがおかしすぎて何言ってんの、ね、この人、伝えやすくしようとして信長の野望を使ってしまったよ、り分からなくなるから、より遠くなってしまってるからね、はい、治水で分かりますよ、大体治水で分かりますよね、はいはいはい、だから治水工事に尽力なさった先祖の方が、はい、まあ、その お殿様であったりとか、うん、偉い人から、まあ、下賜される、下される、うん、あなたたちはこれを名乗っていいよっていう、うん、あの名字であったり、うん、家紋なんです、うん、でこの家紋の人って、うん、安田さんっていう名字の方は、うん、この家紋が多いんですね、うん、安定する田んぼってその治水みたいなところから来てらっしゃる、はい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 、というところで、あ、そっか、水に気をつけてくださいって、丸に水の屋根瓦で落ちたことももしかしたら水が関係してんのかなってすっごく怖くなったんですって、うん、だからそういう意味で A さん含めて A さんのご家家系の方っていうのはその件があってからなんか街を歩く時も本当になんか何がもう落ちてこないか、うんうんうん、しっかりおじさんの命っていうのも、ね、それでなくなってしまったからね、うん、結びつけるのは良くないけれども、まあまあまあ、慎重にね生きていかなければってことを気持ちを強くして今生きていらっしゃるっていうちょっと不思議なお話、うん、なるほどね。